Алоха, с вами Sword Flame, и путешествие Софи и друзей продолжается. Погнали! だから、おいらは忙しいんだ。遊んでる時間なんてないんだってば。ごめんね。少しだけでいいから、遊んであげてくれないかしら。いくらパメラの頼みでも、それは聞けないよ。何人たりとも、おいらの植物への愛を止めることはできないのさ。一体どうしたの？あら、ソフィーちゃんじゃない。あ、ちょうどいいところに。ソフィー、オイラの代わりに子供と遊んでくれないか？オイラ忙しいんだ。でも今日はみんなオスカー君と遊びたいみたいなのよ。だってよ、あたしじゃダメみたい。たまには遊んであげなよ。そう言われても忙しいんだよ。そう、あんまり無理を言っても迷惑だものね。残念だわ。昔のオスカー君は今よりもスリムで、誰にでもニコニコ優しい子だったのに。活発で、広場の噴水の水を清水だとか言ってジャブジャブ浴びたり、可愛かったわ。パメラ、子供たちとは遊んであげないなんて意地悪な子になっちゃったのかしら。いや、そのきっと神様も悲しんでると思うわ。わかったよ。遊べばいいんだろう。遊べば。でもちょっとだけだからな。それじゃ、よろしくね。パメラが一番オスカーのことを知ってるのかも。ソフィー、またきっかけになりそうな素材を持ってきました。見てみてください。本当か？見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか？これは、おお、確かにいつも探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。やった、よかった。毎度毎度助かるよソフィー。早速こいつを使ってまた新しい武器を作ってみよう。
お願いしますね。いらっしゃい。時計を買いに来たの？ううん、ちょっとブラッとしてるだけだよ。時計は持ってるしね。そう、あまりお祈りに来ないから時計を持ってないんだと思ってたわ。ごめん。まあそう言うな。ソフィーにもいろいろあるんだろう。俺も時間を忘れて作業に集中する時があるからな。あまり人のことは言えん。ハロルさんはちゃんと約束を守るからいいんです。ソフィーは約束したのに来ないから悪いんです。うん、それくらいにしてやれ。ほら、調整が終わったぞ。ありがとうございます。しかし、こんなに頻繁に調整する必要があるのか？週に一度は確認に来ているだろう。え？そんなに？だって、時間がわからないと不安だもの。それに、ちゃんと時間は守りたいしね。それじゃあ、ハロルさん、調整ありがとうございました。ソフィーもまたね。次のお祈りはちゃんと来るのよ。うん、またね。あいつは本当に真面目だな。はい、本当に偉いです。私もちゃんと時間を守らなくちゃ。どうぞ。採取っと。ごめん、お待たせ。もう遅いわよ。あら、こんにちは。あら、プラフター、こんにちは。その体にはもう慣れた？おかげさまで。その節はどうもありがとうございました。そんな気にしなくていいのよ。そうだぞ、オイラたちの仲じゃないか。ありがとうございます。お礼をしてばっかりじゃないか。今日はどうしたんだ？ソフィーの見送りかい？いえ、プラフタも一緒に行くんです。え？プラフタって戦えるの？はい、それなりにお役に立てる方。どんな武器を使うんだい？これです。うわー、なんだこれ、すげえ。これは一体どういう仕組みなんだ？錬金術製の駆動騎兵です。私の意思に応じて動くようになっています。そんなことが可能なのか。やはり錬金術は奥が深いな。とにかくこれなら大丈夫そうね。はい、任せてください。頼りにしてるよ、プラフタ。それじゃあ採取に行こう。よーし、どこに行くんだい？
ソフィーいるかい？あ、ジュリオさん、どうしたんですか？実はソフィーに頼みがあるんだ。頼み？何でしょう？前に言ったよね、君のおばあ様に話を聞きに来たと。君のおばあ様に作ってもらいたいものがあったんだ。作ってもらいたいもの？そう、実は治したい人がいてね、薬を作って欲しかったんだ。薬？ああ、見たことのない症状で、僕の周りには治せる人はいなかったんだ。だから僕は仕事の傍ら、いろいろと調べていて、その時に錬金術の存在を知ったんだ。それで錬金術を。ああ、錬金術はいろんな薬が作れるだろう。もしかしたら未知の薬も作れるかと思った。それで各地を旅して錬金術について調べていたんだ。そうだったんですか。確かに錬金術で作る薬はたくさんありますね。今その人がこの町の近くに来ているらしいんだ。ソフィー、一度その人に会ってもらえないかな。直接見た方がどんな状態かわかると思うんだ。プラフタのことを人形にできた君なら、あの人のことを治せるかもしれない。わかりました、会ってみます。それほど薬に詳しいわけじゃないですけど、役に立てるかもしれないから。ありがとう。場所の詳細を教えておくよ。行けるときに行こう。終わったぞ。いつもすみません。こんにちは。あれ、ハロルさん？いらっしゃい、ソフィー。ああ、時計の調整してるの？そうだ、ここのは特に古いからな。なんとなく買い替える気になれないのよね。ここまで長い間大切にされている時計は珍しい。古いということはそれだけ長い時をこの店と共に刻んできたってことだからな。こいつも時計冥利に尽きるというものだろう。そう言ってもらえると嬉しいです。何かあったら言ってくれ。それじゃあな。ハロルさん、なんだか嬉しそうだったね。そうね、やっぱり彼は時計屋さんということなのね。そうだね。こんにちは、エリーゼお姉ちゃん。いらっしゃい、ソフィー。ねえ、エリーゼお姉ちゃん、またクイズを出してよ。あら、
いいわよ。自信はあるかしら。多分じゃ、早速始めるわよ。よし、頑張るぞ。じゃあ、1問目はこれにしましょう。正解ね。よかった。2問目はこれにしようかな。またまた正解ね。よし、なんかいける気がしてきた。3問目は、そうね、こんなのどうかしら。お見事、全問正解よ。やった、今日は冴えてる。ご褒美をあげなくちゃね。何をくれるの？これよ、あなたの役に立つといいのだけど。わー、ありがとう。次はもっと難しい問題を用意しておくわね。ソフィーか。今日はどうした？また人形劇を見に来たのか？それもいいですね。でも聞きたいことがあって。聞きたいことか。いいだろう。言ってみろ。フリッツさんってどうして旅をしてるんですか？人形劇をするだけなら旅をする必要はないんじゃ。なるほど。私の旅の目的が聞きたいのか。私が旅をしているのはな、他でもない、夢を叶えるためだ。フリッツさんの夢？あの、それは？ああ、別に隠すことでもないしな。私の夢は娘と共に観客の魂を揺さぶるような最高の人形劇を演じることだ。その題材となるものを探すため各地を旅して回っているというわけだな。へえ、なるほど。娘さんと最高の人形劇を。え、娘さん？フリッツさんって娘さんがいたんですか？ああ、いるぞ。君より少し年上だがな。知りませんでした。初耳ですよ。別に隠していたわけではないが、聞かれなかったかな。まあ、確かに聞きませんでしたけど。とにかく、私が旅をしているのはそういうわけだ。ですね。まさかフリッツさんに娘さんがいたなんて、びっくりしたな。でもどんな人なんだろう。今度は聞いてみようかな。
うそろそろ全部の部屋を見たと思うんだが。おお、ジュリオ君。ナザルスさん、お久しぶりです。ああ、ということはもしかしてその子が錬金術師なのか。はい、ソフィーです。ソフィーは優秀な錬金術師です。それは僕が保証します。そうか。ソフィー、この人はナザルスさん。今回直してほしい人が。何かおかしかったかな。いえ、ただお薬が必要って聞いてたのに、あんまり具合悪そうには見えないなって。ああ、別に体調が悪いというわけではないからな。そうなんですか。それじゃあ一体。左腕ですね。腕？はい、ナザルスの左腕から異質な力を感じます。正解だ。その腕は？昔強力な魔物と戦ったことがあってな、相手の術でこのようになってしまったのだ。また範囲が広がりましたね。ああ、最初は手首までだったのだが、今ではご覧のありさまだ。その魔物の力が入り込んでいるようですね。ああ、実は時々自我が保てなくなり暴走してしまうことがあるのだ。だから人目につかない場所を選んで旅しながら治す方法の研究をしていたのだ。ところでナザルスさん、この場所は一体。わからない。廃墟のようだから身を隠すにはちょうどいいが。ただ何かの研究をしていたようなので資料を調べていたのだ。手がかりはなかったかな。それで何か直す方法に心当たりはないかい、ソフィー。ごめんなさい、わからないです。まさかこんなことだとは思わなかったので。そうか。大丈夫です。私に心当たりがあります。本当かい、プラフター。はい、おそらくナザルスは魔物の毒に侵されたのとよく似た状態にあると思われます。全く同じ症状ではありませんが、かつて似たような状態になったものを見たことがあります。それは治ったのかい。はい、確か治りました。薬を使ったはずです。よかった、それならなんとかなりそう。でもその薬ってどうやって作るの。正確な製法は残念ながら思い出せませんが、理論はわかります。ソフィーならばその理論をもとに薬を作れるでしょう。そうだね、できるかはわからないけど、アトリエに戻って調合してみよう。よろしく頼む。完成したらまたここに。ナザルスさん、どうしたんですか。腕が。暴走が始まったのか。そんな。
アザルスさん。自我を失ってしまっています。まずい状況です。床が持たなかったのか。ナザルスさん、大丈夫かな。声が聞こえているので、おそらく無事かと。ソフィー、私たちは一度町に戻り、薬の準備をしましょう。もしかすると時が経てば自我が戻るかもしれません。その時のために薬の準備が必要です。うん、そうだね。今は私にできることをやらなくちゃ。ジュリオさん、町に戻りましょう。ジュリオさん。ああ、すまない。そうだね、急いで準備をしないと。慎重に調べなきゃ。いいものあるかな。どこへ行くんだ。ナザルスさんのためにも頑張って調合しないと。そうですね、あの状態のまま放っておくとどんどん生命力が削られてしまいます。すぐに力尽きることはないはずですが、急いで準備をした方がいいでしょう。うん、のんびりしてられないね。材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おう。よし、どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。そうなるんだ。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。あ、これ悪くないかも。悪くないかも。悪くないかも。これで、それじゃ一気に仕上げ。どの特性を引き継ごう。
これでよし、デッキ上がり。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃ始めよう。何かいいこと起こりそう。うん、いい感じ。うんうん、好調好調。うんうん、好調好調。うんうん、好調好調。何かいいこと起こりそう。こんな感じで大丈夫。では仕上げてきた。どの特性をつけようかな。こんな感じ。うん、これでバッチリ。出来上がレベルアップ。プラフタ、どうかな。ええ、これなら問題ないかと思います。よかった。それじゃあジュリオさんに報告に行こう。どの。いよいよですね、ソフィー。最高ランクへの昇級をかけた挑戦になりますよ。かなりの難易度を誇る課題になりますが、覚悟はよろしいですか。大丈夫です。覚悟は決めてきました。できるかどうかはわからないですけど、でも頑張ります。わかりました。無事達成できることを期待していますよ。いらっしゃい。どう。
素晴らしい。さすがソフィーです。お見事でしたよ。これであなたも最高ランクの依頼請負人ですね。やったねえホルストさん、最高ランクってことは報酬も最高ランクなんですよね。もちろんです。じゃんじゃん稼いで。おっと、それにしてもあのソフィーがここまで成長すると涙を禁じえませんね。ちょっとホルストさん、泣くほどのことじゃないですよ。今日は私のおごりです。好きなだけ食べていってください。どの上、その上、あれ、いら、そ、どうしよう、どのくらい休もうかな。プラフト、どうしたの？何か考え事？はい、どうすればより強くなれるのかと。わ、戦士みたいなこと言ってる。プラフタって今でも十分強いと思うけどな。いえ、そんなことはありません。せめて迫り来る竜の群れを一撃のもとに葬り去る程度の力がなければ。あ、それは随分と高い理想だね。でも強くなりたいって気持ちは私もわかるかな。ソフィーもですか？うん、大きい魔物とかをこうえいやーって倒せたら気持ちよさそうだもん。気持ちいい、そういうわけではないのですが、まあいいでしょう。とにかく私は今よりも力が欲しいのです。力か、私もプラフタのためにちょっと考えてみるかな。ソフィー、あのジュリオさん、元気ないみたいですね。ああ、ナザルスさんのことで少し悩んでいてね。もしかしたら僕は初めて会った時にあの人を倒すべきだったのかもしれない。そんな、どうしてそんなことを？最初からナザルスさんはそれを望んでいたからさ。その時は僕が拒否した。そんなことはナザルスさんのためにならないと思ったし、僕の騎士道に反するからね。けれどそれ以来ナザルスさんはずっと苦しみ続け、とうとうあんな姿になってしまった。
結局僕の自分勝手に付き合わせただけなんじゃないかと思ってね。僕は間違っていたのかもしれないと考えていたんだ。それは違うと思います。ジュリオさん、前に言ってましたよね。みんなの幸せを守るのが騎士の仕事だって。私はナザルスさんを倒すことがナザルスさんのためになるとは思えないです。ソフィー、それにナザルスさんがいなくなったら私も悲しいです。私だけじゃなくて他のみんなも、ジュリオさんだって悲しいはずです。そんなの全然みんなの幸せじゃないです。だからそうだね、ソフィーの言う通りだ。ジュリオさん、最初から答えは分かりきっていたんだ。みんなの幸せを守るのが騎士の仕事だ。目の前にいる人だけじゃない、その周りにいる人も幸せじゃないと意味がないんだね。そうですよ、せっかく薬も調合できたんですから。完成したのか。それでその薬の効果は大丈夫なのかい。プラフタは成功するだろうって言ってくれました。そうか、それならこうしてはいられないな。急いでナザルスさんのところに行こう。はい。やあ、よーし、どこに行くんだい。この下だね。ありませんね。ちょっと怖いけど降りてみようか。そうだね、慎重に行こう。ここは何かの採掘場のようですが、どうして建物の地下にこんなものが。この場所には何か秘密がありそうです。何かって。それは分かりません。とりあえず先に進んでみましょう。きっとそこに何かあるはずです。そうだね、それにここにいないということはきっとナザルスさんもそこにいるはずだ。早く探し出さないと。わかりました。Ну что ж, Назаруса еще нужно найти. И тогда этим мы займемся в следующем видео. А это видео на этом моменте я закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми.
пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!